はい、それではテイルズオブデスティニー続けてやっていきたいと思います。前回はね、サブイベントでボイスのない状況のただのプレイ動画として送っておりました。その過程でですね、多少なりキャラクター陣の武器防具が強くなったので、もうチラッとね映して、そっから、リベンジに行きたいと思います。よし、チャイネットです。 OK、 さあバルク、好きにはさせんぞ。ここから先は戦いあるのみだ。これは戦争なのだからな。瞬時にローザー。というわけでバルク先行、烈波飛炎連脚遮光剣、先行烈波飛炎連脚遮光剣、甘い。最高レッパ。ヒエンレンジャコ。無視よ。バリア。ヒエンレンジャケン。無視よ。バリア。ヒエンレンジャケン。スナイプ。先行レッパ。スナイプ。スナイプ。ヒエンレンジャ。バリア。無視よ。最高レッパ。ヒエンレンジャケン。遮光剣当たらない。惜しい。シャッコーケ当たんない。2まで下がる。ヒエンレンジャー、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 シャッコーケ当たんない。今楽にしてやるよ。消えろ。ザンク、かっこいい。当たってないな。ヒエンレンジャー、くらえ。シュートレイが一射だけ。無視よ。ヒエンレンジャー、くらえ。ヒエンレンジャー、くらえ。当たってないのか今。ヒエンレンジャー、相手に。炎が4つ。ファイター。ヤシの目。ヒエンレンジャー、くらえ。瞬時にローラー、ゴーラーが一射だけ。先行レッパー。ちょ、うっとうしいことになってる。どうしたどうしたどうした。スタン甘い。甘い。やばいやばい、ちょっとなんかすごいスカポンタンなことになってる。グレンケン、仕切り直し。起用絶縁法。シュレイト、かげろ、グライナー、キュア、ハウ、レッツマジック、レッツマジック、レッツマジック、ハウ、行くぞ。甘いぞ。先行だ、くらえ。先行だ、くらえ。スナイプエア、甘い。ぜい、先行だ、くらえ。痛い。あ、クソ、全然だ。先行レッパ、先行レッパが通らない。マジでヤバいね。ヒエンレンジャー、チクシッパ、クライナー、クライナー、痛い痛い痛い、あまりがヤバい。甘い、甘いさん、甘いさん、ちょっと調子乗りすぎる。負けられないんだ。こう、天章よ。クライナー、甘い。無視よ。甘い。
くらえ。いくらやつは。バイタ。デッカ。先行アルバム。ホー。甘い。デッカ。ハッ。ハッ。さあクソ。ホー。先行アルバム。ホー。先行アルバム。ホー。よし、できた。オッケー、あとは普通に倒してる。あ、石化。やばい。あ、石化してる。ルーティー石化してるのはまずい。未熟だな。くらえ。痛いよ。甘い。浄化せよ。アイテムの封印タイムが長い。ライフボトルスタンダーを押して、やばい、普通に強いもんな。石化なかったっけ。あるじゃん。ちょっとスタン。今さら対策。先行クライア。無視だ。少々。甘い。いや待って、もう本当に後半戦がぐちゃぐちゃなんだな。前半のほうがまたこれ負けてしまうの。負けませんよ。相手もここスカに使うことになるだろうけど。マジでやばいね。あとちょっとだもん。あとちょっとだもん。炎連客。まだやれる。先行レッパー。ついな。やーくそ。フライヤーシュート先行。ファイヤーボール。ヒアルランジャック行くよ。トウキャー。トウもうこれ普通の雑戦ですよ。トウゴーライケーション。ブレンケン雨荒れにしくじった。アイスノートキャー。ブレンケンシュートかげろ。ブレンケンキャーしくじった。まだやれる。フライヤーシュートしゃべることあんまないですよ今。バルツさん全然絡みなかったしな。砂漠のとこにいた人だなぐらいの印象。あんななんかそのバケモンじみた姿になるんだって。はい、疲れました。敵のブラストをできるだけ増やさないには敵の回避率を下げる。チャージで命中率を上昇。空中で敵を攻撃などなどクリティカルヒットも有効。はい、バルクさん、たとえこの身が果てようと我が信念
揺らぎはしない。空を外郭で覆って地上の人を苦しめることが信念なんですか？それによってあなたたちは何を手に入れるつもりなんです？今さら言うまでもあるまい。天上界の復活だよ。なぜなら私はカルバレイス人だからな。私の先祖は先の天地戦争で敗れ、苦難の道を歩むこととなった。先祖の無念を晴らしたい、そう考えても不思議はあるまい。だからってこんなことをしなくても、カルバレイスを救う手は他にだって。そう思い続けて長い間カルバレイス人は苦しみ抜いたのだよ。天地戦争は私たちにとっての聖戦。ユーゴ様、天上人の悲願、どうか。バルクさん。さあ、時間がない。早く制御装置を操作するのだ。分かってる。どうでいい？ソーディアンチームの諸君、たった今守護竜の機能停止を確認した。よし、これでこちらもシールドの出力を抑え、その分中和装置の製作に力を注げる。諸君はアンスズーンを通って一旦イグナシーへ戻ってほしい。次はロディオン経由でヘルレオスを目指すのだ。老骨をこき使ってくれるの。よし、みんなここを出よう。わかりました。バルクさん、本当にこれしか方法がないと思ったんですか？俺、そんなの納得できないですよ。アンスズーン経由でイグナシーへ。守護竜を止めて次はイクティノスを直すのだな。ヘルレイオスへ向かおう。まずはアンスズーンを通ってそこからイグナシーへ戻るんでしたよね。それからおまけ話は後だ。とにかくイグナシーへ行こうぜ。後のことは行ってから確認すりゃいい。真剣な眼差し。どうしたの？難しい顔して。何か考え事？バルックさんのことさ、他にやり方はなかったのかって。あの男が何を考え最終的にああした行動に出たのか推察はできても真相はわからない。考えるなとは言わんが、我らの進みを止めるわけにはいかないぜ。とにかくシャキッとして。あんたにぼーっとされると困るんだから。ああ、分かってる。アンスズーンからイグナシーへ。まずはアンスズーンに戻ってそれからイグナシーでしたね。一回あのラディスローから闘技場に戻って、闘技場のランク3とランク4をやってね、いろいろサブイベントのも進めたいんだけど、今のスタンにそれができるのかって言われたら、微妙って感じなので。でもどうだろうな、いけないかなって思いながら、ちょっと挑むだけ挑みたいな。そのためにも一回。聞こえるか諸君、一つ報告があるのを忘れていた。どうしたんだ？諸君が出ている間にラディスローで物資の補充ができるようにしておいた。もう地上へ降りなくても大丈夫だ。よかったら活用してくれたまえ。それは助かるわね。おお、これでゴールドアロー10本とか買えませんか？遠いわ。またこれ通るのか。鬼火。
青白く燃え上がる不気味な火の玉、土の中にある動物の骨などが含まれるリンが蓄積され自然発火したもの。転送装置に入る前に行き先を設定しなくていいんですか？ここのゲートはイグナシーとしかつながっておらん、ゆえに設定は不要じゃ。ターミナル機能を持っているのはイグナシーのゲートだけなのよ。そうですか、なら心配いりませんね。ロディオン経由でヘルレイオスへ。ヘルレイオスへ行ってイクティノスを直さないといけないわね。イグナシーからロディオンへ行き、そこからヘルレイオスを目指すのだ。わかったな、スタート。ああ。物資の補充が必要ならラディスローへ寄る手もあるな。よく考えて行き先を決めるとしよう。ロディオンからヘルレイオスへ。ヘルレイオスへ行くならまずはイグナシーからロディオンを目指すのだ。とりあえずラディスローへ戻りましょう。よし、イグナシーに戻ってきたぞ。次はロディオンだったな。遠く霞んだ頂が暁とともに晴れてきた。新たな時代の到来はやってくるのか。相手の準備も整ったようだ。それではコロシアムバトル、レディーゴー。いざ、ヘッド、ヒアレ、うわ、ファイヤーボール。負けるわけにはいかないぜ。よし、なんとか。おめでとう、勝者ね。こいつを進呈だ。ライトベルト、バトルガントレット。だ、ここからが本番だ。我らがコングマン登場。は？いざ。コングマン、コングマン出てきたで。ジョニーじゃねえから関係ねえな。ヒアレンジャー。ライト。やばいやばい。グレンジャー。ブレ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 ー。クラッシュ。痛い痛い。まだいや。やばいやばいやばい。あ、うわ、マジか。コングマン、空気読め。これ式で諦めるのよ。次回挑戦回ってます。待って、ランク3からこれマジか。いざ、ファイヤー、行かせ、ヒップ、ファイヤーボール、行かせ、ヒップ、ファイヤーボール、ボルトスラスト、ゴーショー、ヒアグレイトアッパー、トーフ、グレイトアッパー、行かせ、ヒップ、先行レッパー、コーテスの肉体、先行レッパー、グレンケン、グレイトアッパー、エンザー、行かせ、ヒップ、グレートアッパー、エンズハルキ、行かせ、ヒップ、ゴーショーラン、行かせ、ヒップ、行かせ、ヒップ、グレートアッパー、エンズハルキ、行かせ、ヒップ、先行レッパー。負けるわけにはいかないぜ。んー、なんか明らかに弱かったよ。あのコングマンを撃破したぞ。おう、これでランク4がいけるか。ここは修羅の地域、生死をかけた戦いのみが美徳となる。開幕するバトルロンド、最後に立っているのは誰だ。相手の準備を整ったようだ。それではコロシアンバトル、レディーゴー。いざ、ヒアレンジャー。基本カズの暴力じゃん。リリス仲間にできないと違うか。俺ロディオンだっけ。ここが空中都市ロディオンか。なあディムロス、
空中都市にいた天上人って普通の人間とどこが違うんだ？生物学的には全く同じだが、あるのは意識の違いだけだな。もともと空中都市というのは地上にいた人間が作ったものなの。彗星の衝突で地上の環境が悪化したため移住用の施設として建造されたのよ。天上人とは空中都市にいた一部の人間が自分たちを指して言い始めた言葉だ。彼らは自分たちを特権階級と思い込み、地上に残った人々を弾圧した。それがひいては天地戦争へとつながったのだ。そんな経緯があったとはな。結局人はいつの時代であってもあまり変わらないのかもしれない。さあ話はここまでだ。ロディオン攻略に移るぞ。ああそうだな。うす、ロディオンを抜けてヘルレイオスへ。イクティノスを直さなければの。まずはロディオンの出口を探すのじゃ。それからヘルレイオスへ向かうとしよう。天上人の思いは？天上人ってのは空中都市で暮らしてたんだよな。本格的に生活を営んでいた者はほとんどいなかったはずだ。そうなる前に戦いが終わったからな。何か気になることでも？住み慣れた地を捨てて空に上がるのってどんな気分だったのかなって。それは極めて主観的な問いだな。我には何とも答えられる。人それぞれでしょ。そうだよな。俺が当時の人間だったらきっと地上に残ったと思うけど、本当に人それぞれなんだろうな。そんなわけでイグナシーを出ることを考えよう。勉強になります。彗星の衝突があっただなんて知りませんでしたわ。そんなことどの文献にも書いてありませんでしたし。そのおかげで主らは恩恵に預かれるんじゃがの。地上に落ちた彗星の構成物質、それがレンズの正体なのじゃよ。そうだったんですか。天地戦争の原因も結局は彗星にある。そう考えると功罪愛半ばじゃの。彗星によっていろいろと変わった世界。またワープか。もう慣れるわ。この階層には爆弾と爆弾発生装置が配備されています。爆弾×で遠くに蹴ることや密着して小さく移動させることができます。動き始めた爆弾は時間が経つと赤くなり最後は明滅して爆発します。近くにいるとダメージを受けるので注意しましょう。爆破発生装置は所持していた爆弾が爆発すると爆弾を作成します。ただし爆発生装置上に乗っていると爆弾を作り出せないので注意してください。何それ。あー、そういうことか。ロディオンの正面出入り口まで来たわ。ここから外郭台地に出られるわよ。よし、次の目的地はヘルレイオスね。やっと着いた。外郭に出てヘルレイオスへ。外郭に出てヘルレイオスへ行くのじゃ。長いわ。目指すはヘルレイオス。歩いてヘルレイオスまで行くぞい。そこでイクティノスを直すのじゃ。いや長いわ。もう長いしか感想がないあたりどうかと思うけど、実際そうなんだからしょうがない。あ、ここですか。ヘルレイオス。着いたわね。確か天上軍の技術研究施設があったんでしたね。さよう。各種兵器やモンスターの開発製造が行われておった。
ソーディアの研究も進められていたわ。結局実用化には至らなかったけど、おかげで残された設備を使いイクティノスを治せるわけじゃがの。イクティノス元に戻るといいが。きっと大丈夫ですよ、ウッタロー様。こちらソーディアンチーム、これよりヘルレイオス攻略を開始する。了解した。中和装置の製作もあと一息といったところだ。頼むぞソーディアンチームの諸君。ヘルレイオスはクラウディスと同様空中都市軍の中でも重要な拠点だ。故に天井型からもすでに誰かが送り込まれているかもしれん。バルックさんのような人がいるかもしれないということですね。そうだ、くれぐれも油断するな。ヘルレイオスを攻略せよ。ヘルレイオスの中枢部にイクティノスを治すための施設がある。そこを目指すのだ。分かった。そのわけでやっていきましょう。